いでって。やくないで。お話ししてもらえるんじゃない、ジャック。手届かないよ、そこ。はい。おいで。はい、で。来ない。ジャン君どうしたの？ジャン君。ジャン君やめて、ジャン君。この人たちがケージに入ってからですか。ピカピカしてる。この人のとこ、この人お腹もできるよ、うん、ただ遊びになっちゃうけど途中から。うん、ラブちゃん、どうしていいか分かんなくなってる。でした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 。はい。でお兄ちゃんとこ行くの？なんでそんな動く？よく動くね。くわえて、もうちょくわえて。ポンちゃんとシオンくんとタミくんがいます。3人です。はい、はいはい、はい、なんか必要？あの、ポンちゃん移動しちゃうんだよね、なんかね。あ、落とさないでね、ポンちゃん。それね、ラブくんからね、ラブくんそこの中に入るからね、うん、上にあげたんだけど。ポンちゃん、ポンちゃんそれでスレスレしても可愛いからいいんだけどさ、うん、はあはあ、ジャン君の上に落とさないでね。ポンちゃんがスレスレしています。
はい、ポンちゃん。ラブくん、シオンくん、アンズちゃんでドタバタしている間に、ポンちゃんを忘れてたような気がしてましたが、逆にこの3匹が来たおかげであまり意識しないまんま、ポンちゃんをこうやって触れるようになってたみたいです。何の効果でしょうか。何かこうあるのかちょっと本当にわからないまんま、この子ちょっと甘えるんですよ。ポンちゃん触れはしたけどね、甘える感じではあんまりなかったかな、割と逃げたりしてたのが逃げなくなったし、ちょっとね、ラブシオアンズなしでこうやって来てたら、あ、少しああなったこうなったがあったんだけどポンって少し開いちゃったので、あれ触れるぞみたいに今思ってます。甘えるようになったかな、なんか何だろう、何か してほしいとか今何言ってるの、なんか言ってる、よく泣いて撫でてとかそういうそんなとかではないんだけどなんか呼び続けたりとかする感じなのよ、ね、うん、ねえ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 ってずっと言ってる、ポンちゃん、アンズ効果なのかもしれません。はい、はい、ご飯でーす。どうぞ。はい、はい、しょうくん、どうぞ。はい、はい、いい子ねー。じゃあ始めまーす。はい、どうぞ、アンズちゃん。おてて、おてて。お手手痛くない？アンズちゃん、お手手はい。あ、お手手、お手手。そっちのお手手も。アンズちゃん。あ、そう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 。はい。久しぶりに作品を制作し始めました。創作意欲出た。